私はこのプチブランドジュエリーが好きだわ。
私は断然1分の1ヌメヌメ帰る16種類シリーズが。ヌメヌメベアベア、大人はすぐに特眼の魅力に落ちるベア。特眼フィギュアを愛しながらフィギュアになってしまうベア。やめろ、二丁先生たちを元に戻せ。ベア、あれベア、フィギュア魔人の俺様に命令するやつは裏だぞ、裏。裏はアクション仮面だぞ。ふんベア、今度は俺様たちフィギュアを大事にしない子にかたらしいガキども、フィギュアに変えてやるベア。気をつけて、しんちゃん。ベア、これはキャルト、ナーキャルト、相変わらずかわいいベア。いかん、あいつは敵ベア。おちゃくちゃうるさいぞ、えい、アクションパンチ。ベア、いったー。お前より小さいフィギュアだと思ってバカにするなよベア。お前らガキどものまとめてフィギュアにしてやる。はーい、フィギュアでーす。このビビアだった大人どもを連れて直眼へ帰ってくるの。ベア、ヤヤヤ、分かったベア。ここに来たらきっかけども、大人たちを助けたかったら直眼に来るがいいベア。これまで勝負は終わりでベアよ。お子様たち、直眼は年中無休ですこと。フィギュアになった君たちのお父さんやお母さんたちを取り返したければいつでもウェルカム。今度会ったら俺くまちゃんのたまたまちの恨み晴らすんだから。恨みくまちゃんや母ちゃんや今もフィギュアに。だからしんちゃんにはお父さんたちを助け出すため一刻も早く特段に行ってほしかったんだけれど、ナルトちゃんについた俺の髪取ってたら遅くなっちゃったぞ。それより直眼に来てない大人たちまで無理やりフィギュアの虜にしてしまうなんてひどいわ。しんちゃん、助けてくれてありがとう。怖かった。ありがとう、しんのすけ。一時はどうなるかと思ったよ。しんちゃんがアクション仮面に変身してかっこよかった。暇人じゃなくてフィギュア魔人ね、しんちゃん。
とにかくこのままだとお父さんたちは帰ってこないわ。それでもいいの？今幼稚園でアクション仮面に変身してみんなを助けたことを思い出して、しんちゃんなら皆さんもどうかお願いします。皆さんの力で元通りの本当楽しい食堂に戻ってほしいから。ママたちが帰ってこないと嫌だわ。行く行く。僕だって。うぶ、怖いな。行くよ。行きます。みんな、ありがとうギャル。飛行士のスケ、僕たちじゃないと大人たちを助けられないなら